まあまあまあこんなもんか。空き4つ、これでなんとかなるかな。この往復作業もバイオハザードですからね。これはガンパウダー台。いいなあ、こういう綺麗な会社で働きたかったな。取ってもういいっけこれ。グレでも常に危険、未知との危険との戦いなんだろうな。滑死罪の製法。うん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 。プラント43を枯らす。あらららら、ら、あ、それであのハッチ開けて下行くんだ。で下行ってトロフィー見て、なんだよ、だからやっぱ古いスマホ持ってきたいんだよ。音楽変わんのやめてほしいよね。ほんとバイオハザードが急になんかさ顔色変えると俺やっぱ怖いんだな。キュッて緊張するもん。撮った写真を見よう。もうツイッター上げよっかな。みんな困ったら俺のツイッター見てっていうことにしよう。あ、すごい、それいいじゃん。ちょツイッター上げますね。ほんと今俺さバイオハザード RE4 ダウンロードしながらやってるんですよ。このタイミングでそれあげる人いるってなってるだろうね。僕のフォロワーは？みたいな。エンター。OK。困ったらみんな、僕のツイッター見においで。そうすれば、サクッとやれるようにしておくよ。ちょっとアイテム整理しておきます。この間さちょっと若い人とお話しする機会があって、でアニメ見るって聞かれたからさ、見るよって言ったので、何見たって聞かれて、呪術廻戦の映画見たって言ったら、今さらって言われたんだけれどさ、呪術廻戦ゼロってそんな古い映画。あとさ、人の見たもんさ今更って言い返されたらすごい次喋りづらくない？なんなんこいつってなって一瞬むくれそうになったんで、ね、まああのなんでこんな話し出したかっていうと、今更その画像をツイッター上げるって思われるだろうなからのお話でした。あー、ここ怖かったっけ。怖いわ。あ、待って、めっちゃいろいろ。これだよ。で、これもツイッター上げておこう。この人本当についに頭おかしくなったんだろうなと思われて。RE2 と RE4 間違ってる人なんじゃないって思われてたらどうしよう。え、今なんかその情報あんまりいらないでしょって思われるだろうな。まあいっか。俺がまともだとなんか思ってる人なんて誰もいないでさ。頭おかしい系の方だろうなと思われてるんだろうなと思いながら俺は日々実況動画を撮ってるんですけれど、あー、古い記憶が言っている、リッカーが来るよと。で、ガッシャンかわしてドーン、くるっと回ってピッ。さあここから大変。職員は起きるわ、リッカーはいるわ、何人いるあいつら。そりゃレオンもため息吐きたくなりますわ。ビャーオ、なん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 、くるっ、なん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 、一番ダメ、気遣いのない方だ。あ、こいつ
ぶつかってないそれ。ちょ、駆け抜けるか。え？影だ、ただの。え、どこさ行った？おう。ちゃんと？ナイフ持ってるね。納得いかないんだよな。それを返せ。てかさ、ナイフでそんだけ時間かかってたら、ねえ、びっくりした。あいい、寝てろ。あ、悪い方がダウンロード完了したって。もういい。こいつふざけんなマジで。シュプリームの店員みたいな、もういいとか言って。あいつら本当にそんなに口悪いんかな。俺結構やっぱ客商売舐めてかかってこられるとカチンとくるんですけれど、もういい言われたらやかましいわってなるよね。でも言うんだろうね、あんだけネタになったんだから。これおばさん、お、ナイス。あー、顎砕いてやったぜ。クリアリング大事。ガンパウダー、あ、これが今一番大事だよ。このメモ、ああ、そうそうそう、燃やせ燃やせメモで、ロビーって書いてる。おお、ここ来れた。キリーね。じゃあちょっとこの辺で今回は終わろうかな。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。この動画が上がる頃にはどういうスケジューリングで俺は動いてるんだろう。バイオハザード RE4 もやりつつ RE2 もやるのかな。まあ、ゲームで忙しいのは幸せなんで、望むところです。というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。